サイコブレイク、前回の追加からプレイしていきましょう。さて、水場に逃げてからだけど。一応逃げられたってことでいいのかな？追ってくる感じもなかったもんね。もう動けないのか。これは？おお。なんかアイテムが入ってる。ん？あ、弾は、弾じゃない、回復か。と？これは？こっちは違うのか。拾えないやつか。よし、行こう。こっちす、てか弾めっちゃ。ん？何の弾だこれ。行きたくねえ。行きたくねえ。他なんかないかちょっと探そうか。こっちとか、あ、なんかある、なんかある。お。これこれこれ。拾っとかないと。よし。行くか。やだなぁ。明らかになんかあるんだもんな。お？あ、これは焼いとくか。あーでも動かなかったなぁ。もったいなかったかなぁ。まあ、いっか。よし。まあ、焼いておくに、越したことないよね。甘っ。開いたけど。ドアが開きましてよ。お邪魔するわよ。くそ。しまった。いろんな意味でしまった。なんかいるか？向こう、うん、人いないか？なんかないか？こういうあんまり人が行かなさそうなとこになんかないか？なんもないのか？意外とないもんか？この辺とかありそうなもんだけどな、ここ開いたりしない？しないか。なんもなし？俺なら置くけどな、ここ。ないか。やったなぁ。広くない上にいた？開いてる。斧がある。近接武器か。これは？お、ラッキー。箱があったけど、こっちは瓶を拾って、ん？なにこれ？爆弾？手榴弾か？昔の手榴弾だな。で、斧があるんだよね。これ近接じゃない？あー、これあれなんだ。消費アイテムなんだ。消費っていうか、あれか。あれと一緒か。なんだっけ。ん？先に罠を。よし。いるかな？敵いるよね。いないわけがないよな。お？マッチか。で、他の部屋、っていうか、どこ探索してさ、どこを探索してないかがさ、もうわかんなくなりそうなんだけど。ここなんもなしか。よしよしよし。で、こっちは？おお、いる！撃たないでくれ！私は奴らではない！私は一師だ！マルセロ姫です！事故の前、救急車に乗っていたな。ああ、幸運にも生き延びた。他に誰か見たか？患者のレスリーをこの先へ逃げてしまったのだが。だが、ついてきてくれ。静かに頼むぞ。ええー、
ついていくの。探索してねえんだけど、まだ。ここ敵いないのかな、じゃあ。いなさそう？だったら楽で割といいんだけど？瓶がいっぱいあるってことはさ、いるはずなんだよね。いないわけがないっていうか、これ何？え？何？え？俺これ苦手なんだよ、こういうやつ。ほら。もう苦手なんだって、本当に苦手なんだもん。もっぺん。いけた。よし。ここが隠れるポイントでしょ？これが、なんかようわからんやつでしょ？よし。なんか鳴ってるよね。ここか？おお、姉ちゃん。姉ちゃんって。消えたって、お前、それは見慣れてるだろ。これ俺の日記だ。俺っていうか、セバスチャンの日記だ。刑事としての初の勤務日。俺の新しいパートナー、マイラ・ハンソン。粘り強く勤勉で怒らせた奴は痛い目に遭う。いい女だが、彼女といるときは油断できない。今日も、彼女の尻を眺めているのがバレそうになった。眺めるな。もう虫、うわーって湧くんやめてくんない？頭が。とりあえず一旦戻るか。よし。で、そここそドーンって開けてほしいんだけど。そんな警戒もねしないで。良いものを見つけましたね。何が？この辺とかってさ、オスカークリムゾン死刑、オスカーコネリー巡査、乗車勤務中に、消息を絶つ、郊外で無人の警察車両発見。ん？あれって運転してたやつか。なあ、現実世界ではそういう風に報じられてるってことか。相次ぐ連続殺人、捜査は難航、犯人の手がかり皆無の不可解。エルク川流域でさらなる死体を発見。住人、彼らの家に罠が仕掛けられてた。ああ、なるほどね。何？え、入っていいの？いいの？お姉さん。お姉さん、メガネ美人だよね。メガネ美人なのか、美人がメガネかけてるだけなのか知らんけど。どこに連れて行くつもりだ？虫か。ガン虫だね。いいものを見つけましたねっていうのがあんまりまだ分かってないんだけど、どういうあれだ。あ、鍵か。そういや見つけたな。あ、怖い怖い怖い。カステヤノス刑事。はい。このような鍵をお持ちですか？ごめん、全然見えん。プラプラさせすぎだよ、見えねえんだよ。その鍵があればこちらの扉が開きます。どちらがあっかわかんねえ。あー、選べるんだ。選べるのかっていうか、めっちゃあるな。どうしよう。中のものはご自由にどうぞ。この辺とか行ってみる。いつでもおいでください。弾か。弾とかそんなレベルのあれなのかな。いや、もっといいものあったりすんのかな。ちょっとなんかない。何かしらがここら辺にあってもいいはずなんだけど。鍵のさ、プラプラさせ方嫌だな。あんな感じで見せられたらすごい嫌だ。よし。ここ開く？開かないのか。開けとけよ。開けとけよ。なあ。セーブのあれしかないのか。よし。あれ、ここってこんな光ってたっけ？これ、
これでも戻れるっていうそれだけか。とりあえず能力値上げよう。もうすごい、すんなり受け入れてるもんな。アビリティ、どうしようかな。ちょ、回復のさ、その数全然足りんか、足りんっていうか、余計めに手に入ったりしてるからさ。あとなんだろう、軽く上げれるような手榴弾、あ、ハンドガン上げといてもいいかな。でも手榴弾上げとくか、ボス戦とかでも使えそうだしね。でもハンドガンの弾とかの方がいいのかな。あ、虫しししししてるよ。やめとくれやめとくれ、いっぱいいる。普通にめちゃくちゃやだな。さて、あのじいさんにちょっとついていってみるか。どこだ、こっちか。どっち行った？あ、いたいた。ごめんね、遅くなって。あれを見たまえ。どれ見えるか、奴らだ。ここまでずっと追われてきた。俺もだ。そこら中にいる。レスリーはあのゲートの向こうに行った。ゲートの向こうか、閉められてる。なんてことだ。銃で突破するには数が多い。一人がおとりになれば、もう一人がゲートを開けられるかもしれん。どっちがいる？拳銃を持ってるのは君だ。無茶な。ほんとむちゃくちゃ言ってくれんな。ん？いまいまし。テラスにクランクがある。あれを操作して通れるようにしてくれ。これか。クラン、これね。クランクを探してこないといけないんでしょ？ん？違うか？これ？これでいいのか？ん？これでいいのか？てか、じいさんどこ行った？もう、勝手にどこ行くんだから。ん？こっちだ！おい！ああ、そういうこと？おい！こっちだ！そうだ、こっちだ！大丈夫か、あのじいさん。いや、俺ダメだと思うけど。俺どうすりゃいいんだろう。いるな。近くにいるっていうあれでもないのか。どう行きゃいいんだろう。じゃあここから入ってきて、ここは通っていいか。っていうか、敵がわんさか出始めた状、やば、見つかった。よいしょ、よし、ほい。あ、マスクつけてんのか。ほい、倒した？なんか倒した感がない。倒してる？これでもなんか出てきたしな。大丈夫か。よし、使い切りなんだな、あの武器。一撃だったもんな。そら使い切りか。で、ここがセーブポイントでしょ。力強く開けすぎだよ。向こうの方に行きゃいいみたいなの言ってたけど、ていうかあのじいさん絶対ダメだよね。
いや、ちょっと待って、もうやっちゃったよ。もうそら仕掛けるわな。よしよし、ここか。なんか持ってるな、なんか持ってるな。燃やしとこう。絶対動くよな、そう思った思った。よしよしよし、弾。お、これ敵から採取するのなかなかあれだな。なんもないよね、もうね。クランクなんでどこにあんだ。クランク？でもあそこに多分入んなきゃいけないのか？敵はどこにいるんだ？敵の居場所がさっぱりわからん。音聞こえたかな？ん？ん？まずい、隠れないと。うお、あ、狙ってる狙ってる、全然狙ってる。バレてんのか、こっち。じゃあどうしよう。これも、ん？これ燃やせんの？燃やしてどうすんのこれ。あー、それであれか、おとりでもないのか。んー、どうしよう。これでいける？いいのかな、これで。お、なんかある。瓶か。瓶か。よしよし。ほら。全然当たってねえ。よし。これで。ちょ、なんか刺さってるよ。刺さってるよ。刺さってるよ。もう、ちょい、もう、やばい、燃やしとこう。怖いわ。よし、リロードして。弾なくな、ん？なにこれ。アガニクロス、あ、これか、アガニクロスボウ。なんか言ってたね。マインボルト。ん？やば。これでも今こそアガニクロスボウを使うタイミングなのでは？いるよね、なんかチラチラしてるもんな。いない？ちょっととりあえずさっきのこれをここに装備してってやっとくか。何図仕掛けだよ。なんか針みたいになってなかった？怖っ。ここと、音立てるやつなんかないかな。瓶あったっけ、瓶なかったっけ、ここ。あれ、俺使っ、1個使ったけど2個、あれ、まあいっか。これとりあえずここにやっといて、来ないかな。
来ないか。来たらなぁ、串刺しにできたろうに。罠は特になし？大丈夫か？よし。OK。で、お、なんかある。おわ、シャッガン。シャッガン。イエス、シャッガン。あ、回復。よしよし。オッケー。いいね。潤沢だね。ん？あ、瓶か。瓶拾っとくか。大丈夫か？よし。何？何？何？ゲート開いたのか、早くしてくれ。なんならあんたがやってもいいんだぞ。急いでくれ、時間がないんだ。被験者番号04から13まで。脳波は微弱、波形の同調を開始。波形の同調、意識の共有が始まったと思われる。以前の実験では意識の急速な低下が見られた。彼らの精神は腐った肉の混合物のように混ざり合っていった。彼らの記憶がなくなる前に私自身を接続しなければ。どういう実験やってんだろう。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。あそこ、隠れてんのがクソ。